シシ幸太郎は、日本の政治家、郵政官僚。元東京都武蔵村山市長。桃源堂ホールディングス代表取締役。東京都武蔵村山市生まれ。東京都立立川高等学校を経て、1991年、北海道大学文学部卒業。北大卒業後、郵政省に入省し、通信制作局に配属される。 1993年に優政賞を退官し、決闘から間もない日本新党に入党。日本新党の政策綱領の作成に携わった。1994年27歳で武蔵村山市長選挙に無所属で立候補し、初当選。全国で史上最年少の市長となった。1998年の武蔵村山市長選で再選。 2002年の武蔵村山市長選にも参戦を目指して出馬したが、元武蔵村山市助役の荒井光雄に敗れ、落選。落選後は家業である事務用品卸売会社役員を務める。同年11月、石原慎太郎東京都知事らの名前を無断で、選挙広報の推薦人の欄に掲載した公職選挙法違反の容疑で逮捕された。 武蔵村山市長時代は、市場最年少の市長として、注目を集めたが、一期目は、その若さゆえに、推しが弱く役人任せの姿勢が、二期目は、特定病院の誘致に代表される独断専攻の、市政運営や福祉政策の削減を批判された。ありがとうございます。